はい、それではもう久しぶりですけれどもユーザー対局を、はい、ちょっと覗いてみたいと思います。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ今どうなってるのでしょうか。はい、はい、タブレットの方を使っていただいて、使ってあ、出てきましたよ。どれ見ましょうかね。6段6段のやつ見ますか。行きましょうか。はい、はい、変わっちゃった。あ、でも始まったばっかり。 あら、これは香川さんのファンですよ。これは私のアバター使ってくれてる。使ってる、かわいい。じゃあ超応援してます。超応援見てますか。立命館さんですよ、名前が。嘘、本当に本当に、ほら立命館さん。え、ちょっと待って、部員部員。いや、それやったらちょっとどうしよう。どうしよう。いや、6段ですから、まあ、相当強いですね。強いですね。え、ちょっとガチで部員なんじゃないの。ちょっと何してんの。何してんの。何してんの。何してんのってことないですね。熱心ですね。そうそう、解説お願いします。今流行りのアナグマですね。これどちらがいいですか。どうなんでしょう。今何やったんですか。1回は後手が攻めてますけどね。立命館さんですかね。これ矢倉だったんですかね。角換わりですかね。角換わりです。どうなんですかね。また時間との勝負もあるのがまた難しいところですね。同歩と取ると3六歩で桂馬が取られてしまうんですよね。はい、そうですね。ここで何かこう上手い手を指したいところですか。そうですね。ちょっと待ってください。止まってる？上から2番目かな？上から2番目。あ、4番目。あれ？あ、あの手が進んでないですね、これ。あ、ごめんなさい、進みましたね。ごめんなさい。3五歩なんですかね。はい、9五歩同歩で、まあこういう感じで。はいはいはい。攻め合いに出ましたね。もう全面戦争ですね。全面戦争です。おー、すごい。殴り合いだ。はい、ただ、どうなってますか。どうなんでしょう。面白いですね。はい、駒が入り乱れててどうなってるんですか、これは。はい、わー、これは分かんないです。桂取りです。とりあえず7二馬は飛車取りと3六の歩を取る狙いで、ね、飛車逃げて角取りで、さて、お、角取りですけど手抜いて攻めてきましたね。これなかなかの手じゃないですか。いや、いい手だったと思います。はい、うん、あ、角成りは鋭いんじゃないですか。お、これは立命館さんがリードしたと思いますよ。さすが立命館さん。さすが立命館。さすが。この前も全国大会で優勝することができて。はい、そうですよね。あの学生王座戦。学生王座戦ですよね。はい。僕立命館。ね、まあ、優勝本当おめでとうございます。ありがとうございます。選手じゃないけど、いや、今年行けなかったんです。去年は行ってたんですけど。行けないのかい。行けないのかい。もう自信持ってね、僕出てくるから。解説の方で行ったんですよね。行ってなかったですね、これ。毎年行ってたんですけどね。そうそう、僕あの大西さん、あ、知ってます、知ってます。顧問の先生です、ね。はい、顧問の先生。いや、なんかうちの顧問の先生と高校時代でしたっけ、はい、に、なんていうの、大会とかで、いやいや、あの高校の後輩で、はい、将棋をね、刺されて教えたりしてまして、その方が今将棋部の顧問っていうことは、はい、もう私たちは林さんの後輩も同然なんじゃないですか。本当ですか。うん、あら、本当にそんなこと言っていただいて、うん、そういうことですね。そういうことです。応援したいと思います。ありがとうございます。さあ、ということで、ね、でも、ちなみに中川さんね、そういえば、そうそうそう、あのプロ試験受ける、奨励会三段を、そうですね、あ、そうですね、奨励会の編入試験を受けるということで、あの天野さんってアマチュアの方もね、そうですね、同時に一緒に受けるですね。そうですよね。やっぱりこうあれじゃないですかね、あの、はい、今泉新四段のこの影響というか大きかったんじゃないですか。俺もと、俺もやってやるとね。あの中川さん、アマ王将で今泉さんがプロになる寸前の最後のアマチュア大会で、はい、今泉さんに勝って優勝したのが、うん、結構背中を押されたのかなという気がしますよ。そうですよね。はい、でも衝撃的なニュースでしたよね、今泉普段、まあ、強いと実力は別にしてこう、なかなかできることではないじゃないですか。いや、できないですよね、はい、そうですよね。いや、はい、まあ、中川さんね、何度こちらにもね、していただいたりしてたんですけど、はい、まあ、はい、こちらに立命館かかったと、はい、お見事でした、誰だろうな、これ誰かな、後で聞き出しておきます。後で聞き出しておきます。お願いします。はい、はい。